リッキー・マーティンは、プエルトリコ出身の歌手及び俳優。本名エンリケ・ホセ・マルティン・モラレス。1984年に、当時スペイン語圏及びアメリカで大人気を誇っていたプエルトリコ出身の少年ボーカルアイドルグループ、メヌードの追加メンバーとしてデビューした。ロッテのカントリーバーのお菓子の CM、NHK のスペイン語講座にも出演したことがある。 1989年に脱退後はメキシコに活動の拠点を移す。舞台やテレノベラで俳優として活躍した後、1991年ソロシンガーとしてデビュー。1997年のマリアのフランスでのヒットを受け1998年の1998フィファワールドカップでテーマソングであるザ・カップ・オブ・ライフを歌い国際的に人気が高まる。 その後1999年にリビン・ラビダロカで全米にて英語アルバムデビューを果たし、以後活動拠点をアメリカに移す。1999年に発売したアルバムリッキー・マーチン・ヒア・アイ・アムは全世界で1700万枚以上、日本で100万枚以上のセールスとなった。世界各国でのツアーを行うほか、ユニセフの活動にも積極的に参加。 リッキー・マーチン・ファンデーションを設立し、世界中の学校へ行けず、働かされている子供たちや津波などで家をなくした、子供たちに教育の場などを与える活動を続けている。2008年8月に代理出産にて誕生した双子、マテオとバレンティノの父親となる。ソロデビュー以降幾度となく、同性愛の噂が持ち上がったが、子供が誕生し彼らと自分自身、 またファンに正直でありたいとの理由でゲイであることを2010年3月に公式サイトにて公表した。2010年11月に自助伝、よう発表。自身のカミングアウトについても記している。2016年11月にリッキー・マーティンが芸術家のジュアン・ヨセフと婚約した。現在は代理母出産で4人の子供がいる。ベストアルバム、ライブアルバム、 ありがとうございます。